こんにちは、大元です。さあ、今回はですね、プロがやらない動画編集3選ということでお話ししていこうかなと思うんですけれども、僕はですね、動画編集、映像制作ですね、撮影とか編集を始めて、もう7年ぐらい経つところなんですけれども、この7年間でね、かなりたくさんの数の撮影と編集をやってきました。で、自分の中にね、かなりたくさんの経験がこう積み重なってきましたので、ビプロザベースというビデオグラファーになって、まず月5万円稼いでみましょう。よっていう教材を自分で作って、でその中で撮影の方法ですとか編集の方法を、あとはね、撮影とか編集の機材の選び方の、教材をね、まるっと網羅したものを用意してる、準備してるんですけれども、その中で僕はね、皆さんが作ってくださったあの動画の添削をするカリキュラムがありまして、ホームワークっていうね、宿題をこっちから出して、それに対して皆さんが作ったものを僕は添削しているんですけれども、やっぱりね、結構同じところでこう直した方がいいですよみたいなことを言うことが結構多いんですよね。で、僕がですね、ここ直した方がいいですよっていう風にお話しするところは、やっぱりね、それをやっちゃうとこうクオリティが低く見えちゃって、お仕事としてね、映像制作、動画編集を受けようにしても、趣味でね、誰かに見せるための動画を作るにしても、ここだけは抑えておいた方が、かっこよくね、プロっぽく見えるものが作れるんじゃないかなっていうものを、今回は厳選して3つだけチョイスしましたので、参考にしていただければ嬉しいなというふうに思います。この動画はロイヤリティフリー BGM 効果音のオーディオストックの提供でお送りします。で、まずね、その本編、その3選を紹介する前に、共通認識としてね、今回の動画で持っておいてほしいものがあります。動画編集ってこれに似てるなっていうものがあるんですけれども、こう何かわかりますでしょうか？そうです。動画編集って手紙と似てると思うんですよね。手紙も動画もこう読む人とか見る人に伝えたいことが伝わるように書いたり作ったりしなきゃいけないと思うんですよね。その視点が抜けていて、自己満足なこう手紙を書いたり動画を作ったりすると、この動画って、この手紙って何を伝えたいんだっけ、誰のためのものなんだっけっていうね、結構ね、伝えたいことが伝わりにくいものになってしまいますので、手紙と同じように読む人、受け取る人のことをこうイメージしながら動画を作っていくっていうのがかなり大事なことかなっていうふうに思います。この視点があるかないかで、動画のね、その情報の伝わりやすさですとか、編集のやり方からまるっと変わってくると思いますので、ぜひね、動画編集は手紙を書くのと一緒だっていうのをこう常にイメージしながら動画を作っていってほしいなというふうに思います。では、プロがやらない動画編集の一つ目いきましょう。一つ目は、色調が合っていないです。これどういうことかと言いますと、手紙に例えると、語尾がですね、デスマス調かである、だである調かみたいなね、感じで、今日は天気が良くて、気温が高かったです。明日は雨だみたいな感じの文章を書いちゃってるのと、同じようなことかなというふうに思います。例えばね、どういうことかと言いますと、一番よくあるのがカット A というカット、 B というカット、 C というカットで、明暗差が合っていないっていうのが一番多いかなと思います。A というカットは、ちょっと明るめに撮られていて、 B というカットはちょっと暗めになっちゃっていて、 C というカットは、それの中間ぐらいになっているみたいな明暗差のものを A、B、C と組み合わせちゃってるっていうようなケースが結構ね、見受けられます。この明暗差が合っていないと何が悪いかと言いますと、単純に統一感がね、感じられなくなるんですよね。明るかったり暗かったり、それの中間みたいな感じで、もうバラ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 って明るさがね、変わってしまうと、もうね、脳がバグっちゃって、これ何見てんのかなっていう感じになっちゃうんですよね。で、時系列とかも、よく伝わりにくくなっちゃうし、こっちは朝で、こっちは夜っぽくて、こっちは昼かなみたいな感じで、ちょっとね、統一感がなくなって見にくくなっちゃったりするので、明るさに関してはこう撮影するときに、ちょっとやっぱり前後出てしまいます。ちょっと明るめに撮っちゃったカットもあれば、暗めに撮っちゃったっていうカットもあると思うんですけれども、動画編集の時に明るさはね、カラーコレクションっていう工程で必ず合わせてあげた方がいいです。で、カラーコレクションに関する動画は別の動画で出てるので、そちらでね、どういう作業かっていうのを見ていただければと思います。で、もう一つね、色調が合ってないでよくあるのが、色味が合ってないっていうのが結構ありまして、例えばここのカットはちょっと青っぽくて、次のカットはちょっとオレンジっぽくなってるみたいなことも結構あるんですよね。で、おそらくね、別々のカメラで撮っているとか、レンズにつけているフィルターが違ったりとかですね、あとはホワイトバランスオートで撮っちゃってるとかね、いろんなこう
原因が考えられるんですけれども、実際ね、自分が撮影しても、まあ、ちょっと色味違うなっていう時もね、たまにあったりします。特にカメラ2台とか使ってると、A カメラと B カメラで、あ、ちょっとホワイトバランスの設定間違っちゃったみたいなこともね、あったりするんですけれども、それも編集の工程でしっかりとね、修正して同じ色味に統一してあげるといいんじゃないかなというふうに思います。これもね、さっきのその明暗差がこう大きく違うと、まあ、すごい見にくいですよって話と一緒で、青いカットもあれば、黄色っぽいカットもあって、いろんな色味のカットがあると統一感も生まれにくいですし、それこそね、時系列がもう朝なのか夕方なのか分かんなくなっちゃったりするので、まあ、色味に関してもね、しっかりと合わせてあげるといいかなというふうに思います。特にね、この2つが組み合わせると、暗くて青いカットがある、明るくて、オレンジっぽいカットがあるみたいな感じになっちゃうと、もうそれこそね、いつどこで撮った動画なのかっていうのが全く分かんなくなっちゃうので、同じシーンとして見せたいカットはそのグループとして色調をしっかりと合わせてあげるといいかなと思います。例えば午前中は、じゃあ午前中グループです。室内に移ったら室内グループの色調です。で、夜は夜のグループの色調ですっていう感じで、その場面場面のグループ分けをして、そのグループに合った色調で統一してあげるというのがいいかなと思います。一本の動画の中で必ずしも全部の色調を合わせる必要はなくて、そのグループの中の色調さえ合っていれば、その場面場面場面でね、場面が切り替わっても、この色調は朝のグループなんだなとかっていうのが、見てる方がね、識別しやすくなりますので、グループごとに色調を合わせるっていうのを意識しながら動画編集してもらえるといいかなというふうに思います。それではプロがやらない動画編集の2つ目いきましょう。2つ目は音量が適切じゃないです。これ手紙に例えると、まあ、いろんなケースめちゃめちゃたくさんあるんですけれども、例えばね、こう便箋1枚に手紙を書くとして、めちゃめちゃ文字ちっちゃく書いちゃうとか、これは、映像で言うとどういうことかというと、例えばね、こういう感じで BGM が鳴ってるんですけれども、音声がめちゃめちゃちっちゃくなってしまっていて、大事なね、こう話している内容が聞き取りにくくなっちゃうとかっていうのは、まあ、この文字がめっちゃちっちゃく書いちゃうっていうのと似てるかなというふうに思います。で、こうやってね、喋ってる人の音声は だいたいこれぐらいの大きさに合わせましょうっていう基準がありまして、だいたいマイナス1からマイナス5デシベルぐらいのあたりにこの音声のね、大きさを持っていくと結構ね、ちょうどよく聞こえるので、まあ、こういったね、基準とかもちょっとずつね、学んでいくといいかなと思います。で、その他ね、効果音が大きすぎるとかっていうことも結構ね、ミスとしてあったりして、例えばドドンとかね、わーみたいなね、効果音を入れるケースも動画編集の中ではね、あると思うんですけれども、効果音がメインじゃないんですよね。映像制作っていう、動画編集っていうのはやっぱり動画、その映像がメインなので、効果音が大きすぎると効果音にこう意識がすごく持っていかれちゃうんですよね。効果音がこうメインみたいな感じになってしまうので、効果音はあくまでも、まあ、多くの場合でね、装飾するものだと考えて使った方がいいかなと思います。例えば手紙で言うなら、大事なところにちょっとアンダーバー引くとか、ちょっと丸で書こうとかね、そういう感じでちょっと控えめに、ここはね、ちょっと目につけたいけど、あんまり大きくこうマーカーとかでガーって塗りまくっちゃったり、大きく丸とか書いちゃうと、そればっかり目がいっちゃって、手紙の内容がね、こうな、頭に入ってこなくなっちゃったりすると思うので、効果音はね、装飾だというふうに考えながら使うといいかなというふうに思います。あとはね、音量が適切じゃないでよくあるミスとしては、 BGM のその動画が終わる最後ですね、最後こうフェードアウトな感じで BGM 終わると、まあ、結構こう綺麗に終わったように聞こえたりするんですけれども、中にはね、動画が終わったらもう BGM バツッと切っちゃったりするケースもあるんですよね。で、これをやるとなんか唐突に終わってしまった感がすごく自分の中に残っちゃって、なんか後味あんまり良くないなみたいな感じの動画になることも結構ありますので、バツッと切って終わる BGM だったらそれでもいいんですけども、フェードアウトで終わるような感じでゆっくり BGM がなくなっていくように終わった方が、綺麗に聞こえるよっていう時は、フェードアウトするようにこうキーフレーム打つなりして BGM の音量を調節してあげた方が、後味よくね、終われるんじゃないかなと思いますので、その辺のね、 BGM の使い方とかもね、ちょっと気をつけていただければと思います。ではプロがやらない動画編集の3つ目いきましょう。3つ目はカットの長さが適切じゃないです。これもね、結構あっ
って、そのビプロザベースでね、添削してるときに、このカットもうちょっと長く使った方がいいですよとか、ここちょっと長すぎるんで短くした方がいいですよみたいなことを結構言うことがあります。まあ、手紙で言うとどういうことかと言いますと、400文字で、文章書いてくださいって言われてるのに、その冒頭の挨拶の部分で300文字使っちゃってるみたいなイメージですかね。背景、本日はお日柄もよく、なんか私は元気でやっていて、つらつらつらって、なんかそのね、前の挨拶部分をめちゃめちゃ長く書いちゃって、じゃあ本文行こうかなと思ったら、全然尺ないやんみたいな感じの、ことかなと思います。はい。で、このね、カットの長さが適切じゃないと何が悪いかというと、やっぱりね、伝えたい情報がしっかりと伝わらないんですよね。例えばね、ちょっとこれ見ていただきたいんですけれども、はい、今こんな感じでちょっと作業してる感じなんですが、はい。で、こう。で、これだと何してるかね、わかんないですよね。じゃあこれをこうしたらどうでしょうか。ね、こういう感じで尺の長さを変えるだけで、この人は何をしているのかとか、あとは何を伝えたいかっていうのがすごくね、明確になるんですよね。でもこの長さ、適切な長さってどれぐらいかって、最初のうちってね、なかなかわからないと思うんですね。自分で気づきにくいところだと思いますので、まあその動画を作ったら、例えば一晩置いて、もう一回次の日に見てみるとか、他の人に見てもらって、これってなんか何してるかわかるとかって聞いたり、この動画、このカットの長さって合ってると思うとかって聞いてみたりするといいかなっていうふうに思います。まあそういったね、人に見てもらってアドバイスをもらうっていうのも結構重要なことかなと思ってまして、まあそれをね、ビプロザベースでやったりしてるので、まあ僕にね、こう添削してもらいたいなと思ってる方はビプロザベース入ってみてもらうのもいいですし、家族の方とかね、友達に見てもらうっていうのもいいのかなっていうふうに思います。で、僕はですね、もともと製薬会社の営業マンをやってまして、お医者さんにスライドを見せて、プレゼンすることが結構あったんですよね。で、スライドをこうね、目で見てもらいながら自分が喋ってること聞いてもらって、その薬のこう情報とかを理解してもらうっていうお仕事を結構長くやってまして、まあ、それでこの何秒間ぐらい喋ったらとか、何秒間ぐらいこれ見てもらったらしっかり自分の情報伝わってるかなっていう、こうなんか感覚がね、結構養われてきたんですよね。で、皆さんもね、そういう経験がある方はまあそれでいいんですけど、ない方も結構いると思うので、もうできるだけね、その映像作ったら客観的に見て、これは初めての人が見て理解できる内容なのかな、初めての人が見てもこれは何をしているところなのかなって分かってもらえるのかなっていうのをなるべく考えながら編集していくといいんじゃないかなというふうに思います。ということで、本日はですね、プロがやらない動画編集3選ということでお話ししていきました。本当はもっとあります。10選とか20選あって、もっと細かくね、いろんなところもあるんですけれども、今回はね、本当によくこう指摘させていただくことが多い3つだけお話しさせていただきました。で、似たような動画がですね、石田雄一さんとかジェマーズスタイルさんのね、動画でも出てるので、まあ僕と違ったことをね、そのお二人もお話しされてるので、よかったらね、概要欄にリンク貼っておくので、お二人の動画も見てみてください。ということで、今回は動画編集はね、映像制作は手紙を書くのに、まあ、似てるっていうようなね、軸でお話しさせていただきました。僕自身はね、あんまりこう手紙を書くっていうね、習慣は今となってはあんまりないんですけれども、学生時代ずっとバンドをやってまして、バンドでね、歌詞を書いていたんですよね。まあ、それとちょっと似てるかなというふうに思って、で、最近またバンドをやりだしてですね、来年ちょっとね、ライブできたらいいかなと思ってます。で、まずはね、札幌で活動していこうと思ってるんですけど、ゆくゆくはね、東京とか大阪までツアーとかでね、回れるようになるまで頑張れたら楽しいかなと思ってます。で、その様子をね、マグネットメンバーに写真とか動画とか撮ってもらって、一緒にミュージックビデオ作ったりとかまでできたら、もうめちゃめちゃ楽しいかなと思ってるので、大元のバンド活動も応援していただけると嬉しいなと思います。ということで、本日の動画以上になります。この動画になと思ったらグッドボタン。ということで、本日の動画以上になります。この動画になと思ったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。マグネットというビデオグラファー同士が、カメラ好き同士が横のつながり作るオンラインサロンやってます。興味ある方、ぜひマグネット入ってみてください。オフ会とかね、めちゃめちゃやってますんで、あと、ズームオンラインミーティングとかもすごくたくさんやってるんで、ぜひ興味ある方、マグネット入ってみてください。ということで、また次の動画でお会いしましょう。ではまた、したっけ。